さあ、行っちゃうよ。はい、皆さんどうもこんにちは、セナです。はい、ということで今回なんですけども、今回はですね、このアーケキャドのサンプルプロジェクトを使いましてですね、まあ建築学生、僕前まで建築学生だったんですけども、建築学生がよくやる図面出力の際の失敗、この失敗がどうして起こるのかっていうところをね、しっかりと解説していきたいと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、ということで早速やっていきたいと思うんですけど、普通にね、図面開いたら、皆さん基本的にはまあこれちょっとね、サンプルプロジェクトなんでしっかりと入りすぎてる部分もあるんですが、だいたいこんな感じでできていると思います。でこれなんですけども、これだとちょっと細かすぎて逆に分かりづらいのかもしれないんで、普通の新規作成で適当に描いた図面でちょっとお話ししますね。ノーマルだとまあこんな感じの壁があって、スラブがあっての、あとは適当に区切られてたりするわけじゃないですか。ここからスタートで基本的にはこうなっていて、これが平面図だとしてね、これを出力したいってなるじゃないですか。ただ出力した時に線の太さが違ったりする場合ないですか？どうですかね。僕が大学生の時によく先生に言われたのは、しっかりとした図面の線に太さになっていないみたいなことを言われてたりしたんですね。特にこの200分の1で出力した時と100分の1で出力した時とか、50分の1、20分の1、それぞれで出力した時の太さが全然違うんですね。でその原因を今回は解説していきたいと思います。はい、でまずじゃあちょっとこの状態でそれぞれ200分の1とかそれぞれね、出力していきたいと思います。はい、ちょっと普段、A3 横 OK の、現在のズーム、ちょっとおかしくないから図面全体でやるか。はい。はい、ということで、今、100分の1と200分の1で出力してみました。はい、この画面上で同じように見えるように、今ちょっと大きさちょっと調整しているんですけども、実際ね、100分の1で出力した場合、200分の1で出力した場合、線の太さ違いますよね。これが皆さんがよくやりがちなミスなんです。はい。何かと言いますと、これ、普段ね、多分、あまり縮尺変えなかったら100分の1のまま出力したりしてるんじゃないですかね。だったらこれ、実際、これ、手書きで図面描くときってもっと太いですよね。この右の200分の1みたいに。これがなぜこうなっているか。アーケードに戻ってみます。はい。この時ね、今こうやって作業してるとき、ここが100分の1だろうが200分の1だろうが50分の1だろうが何だろうがね、図面の線太さ変わんないですよね。これなんでかっていうと、全部均一に見えるように操作がしやすいように設定されてるからなんですね。じゃあ出力するときどうやって見えるかっていうのをどうやってわかるのってなりますと、どこか何もないところで右クリックをしてください。でここに実際の太さの線っていうのがあります。これを押すと、はい、これ今だとちょっとわかんないんですけど、200分の1とかにした場合ね、こんな感じで線の太さがしっかりと太くなってるのがわかると思います。はい、これで解除するとこんな感じで元の線に戻ってって感じですね。でこれ逆に500分の1とかなるともう太すぎて逆にこれ見づらいなみたいな状態になってしまいます。はい、で逆にこれ50分の1とかにするともう線が細すぎてどれが断面線やねんっていう状態になっちゃいますよね。そうなってしまうのが、今まで多分先生とかにね、見した時とか出力して提出した時に、アーキャドの図面はしっかりとした図面にならないからみたいなことを言われる原因になってしまっています。はい、でこれを解決するには、それぞれの出力する時にあってペンの太さを本当は選択してあげないといけません。はい、それどうするかと言いますと、これ50分の1とか詳細な図面を書くときは、ここペンのセットですね、ペンのセットをこれ小サイズってやつにしてください。例えばもうこの小サイズってやつにすると、この50分の1でも今断面線が太くなったの分かりますか？はい、こんな感じでね、これだとまだちゃんとした断面として認識できますよね。例えばここに間仕切りがあって、これが高さが900とかだったとしても、したらこれはちゃんと見えかかり、断面線
じゃないから腰壁ぐらいの高さだ なんだなって分かったり、こいつらはこいつらでしっかり高さがある、しっかりと断面線としてくっきり見えているので図面として正しい表現ができているというふうに捉えることができます。はい、皆さんは基本的にこれが理解できていないのでしっかりとした図面が出力できない、これが本当の一番の原因になっていると思います。なので皆さんは基本的にはまあ物件が小さかったら50分の1で出力したりすると思うんで、その時は絶対にこっから小サイズにするようにしましょう。でもっと言うならばこのペンセットを変える必要があります。はい、この小サイズ行ってみるとそれぞれの開口、これとかだったら壁とか柱とか梁だとかここら辺にいろいろありますけど、これの太さ、この太さで全てが決まっています。なので例えば特に一番大事なのは断面の線なんで、断面の線って何かっていうと一番太い線はね、構造物、構造に関係あるものは一番太くなってきますよね。だからこそこういうところね、一般とかではなくこの構造切断っていうやつね、この2段目、この2段目を変えるだけでなんと太さが劇的に変わります。例えばこれもうちょっと分かりやすく20分の1とかにするために太さを全部変えますね。その場合はまあ今回これ壁だけなんで壁だけ変えます。はい、壁、カーテンウォール、構造切断、これ 0.5 なんです。これ例えば1にします。1にしてまあとりあえず一旦これで OK します。 OK すると見てください、こんな感じで太さが変わりますね。でこれ50分の1だから太いけど20分の1だったらまあだいたいこれぐらいだったら妥当でしょうっていうような太さになってます。なのでこんな感じで縮尺を変えるならペンセットを変えて、なんならこれを名前をつけてあげて20分の1やからまあこんな感じで20分の1って入れてあげて保存 OK ってしてあげると、いつでもその縮尺に合ったスケール、縮尺に合ったペンの太さを選択してあげることができます。はい、これだと足らないよね、普通のこれだともちろんもっと足らないよね、ただこの20分の1にすればしっかりとこの太さが出ますよみたいな感じで、このペンの設定とペンセットですね。はい、なんで何が大事かと言いますと、まずは縮尺、みんながどの縮尺で出力したいのかっていうのをまず決めます。決めた状態で次にこの実際の太さの選定やつをしっかりとチェック入っているようチェック入れてください。はい、でこれができたら次にじゃあ今開いてるこの縮尺とペンセットはちゃんと合ってるのかな、リンクされてるのかなっていうのを確認、こう見た時にちょっと細いなとかちょっと太いなと思ったらここのペンセットで変えます。はい、でこれだと細すぎるのでこれにするみたいな、でそれでこの中に適した太さのものペンセットがなければ、これのここですね、ペンとカラーっていうところを選びまして、ここから壁やったりこの基本的にこの2段目のところの太さをそれぞれ変えてあげるだけで太さが自分のね適した太さに設定することができますので、そうしていただけると出力しても左側のこの100分の1で出力した時みたいに残念な線の太さにならないで出力することができますので、しっかりとペンツールとペンセットとあと縮尺と実際の太さの線みたいなところをしっかりとマスターしていただければと思います。ということで今回の動画は以上になります。ありがとうございます。